今回は、トレーラーと呼ばれる、予告編を、通常の、プロジェクトという形に変換して、編集してみたいと思います。トレーラーのままでは、編集するのはビデオのビデオクリップの、切り取りのみですが、トレーラーをプロジェクトに変更すれば通常の iMovie の、編集作業が可能になります。ではまずそれを行ってみましょう。プロジェクトライブラリーからトレーラーと呼ばれるものを選択し、選択します。トレーラーというのはこのアイコン部分が、長方形、横長の長方形になっているものです。プロジェクトは縦長になります。そしてこれを選択した後、ファイルメニューから、Convert to Project、これを選択します。そうしますと、これが、このような形になります。ですので、これはもう編集、プロジェクトとして編集可能になります。ダブルクリックしてみましょう。そうしますと、このプロジェクトライブラリーで、このように少し見慣れない形ですが、表示されています。少なくともタイトルは、タイトルの文字列は表示できるので、こちらをまず、変更してみたいと思います。このように、例えば、鍵盤図にしておいて、このようにして、このようにします。そうしますと、若干遅れますね。これは置いて、あとタイトルに、これは、この映画のタイトルではありませんので、少し分かりにくいと思いますので、タイトルを付け加えます。このようにタイトルをドラッグして、ドロップすればここにタイトルがつながるわけです。これはプレゼントという文字を加えればいいわけですが、このように、いくつかの簡単な操作で、できると思います。例えば、こちらを使いましょうか。こうしておいて、あとテキストフォントの色を灰色にしておけば、ほとんど分からなくなります。このまま使えると思うのはまずいいわけで、このトランジションから始まってますので、例えばトランジションブラウザートランジションオペレーションエディターを見ますと、この最初の部分は、この最初部分ですね、この部分はもうすでにこのようにトランジションが、の中に文字列が入っています。ですので、ここもこれをトランジションに含む必要があります。4.5 秒ですね。そしてこちらも、そうすると5秒になります。なおかつ、これは、マニュアルで、フェードイン、フェードアウトは0秒にしておく必要があります。というのは、このトランジションでフェードイン、フェードアウトができるからです。このようにしておけば、このようにフェードインフェードアウトが同時に行われます。これで、タイトル部分が編集できました。今度は、クレジット部分を編集してみたいと思います。クレジットを選択し、このように、ごちゃごちゃになっているのを全部削除します。そうして、10の部分だけを切り出しましょう。そして、ここにこうしておきましょう。この後若干の変更を加えてみたいと思います。
これを30ポイントにしておきましょう。このように、どんどん変更することができるわけです。例えばこれオレンジ、そしてこれは、紫色と、このようにすれば、非常にわかりやすくなると思います。このようにして簡単に、最初から見てみますと、これは、タイトルではないということがわかります。あとビデオは、新しく変更することができますので、ビデオなども、変更してみてください。